定期借地権という方法があるんですよ。これね、土地は、まあ、例えば、大和ハウスさんが持っていました。大和ハウスさんが、これ地主さんなんですね。これを定期借地権という形で、建物は不動産投資する投資家の皆様方がね、ご検討されたら、皆さんが、例えば投資してみようかなという建物を購入するんです。ここポイントですよ。土地は法人、大和ハウスさんの他社ですよね。自分じゃありますよね。建物は個人で持つんです。そうすると、この個人から大和ハウスさんに地代払ったりとかね、まあ、借地権代払うんですよね。そうすると、建物のみを所有したら、この建物から発生する地代払いますからね。収支は黒字で、所得は赤字っていう方法が作られるんですね。そうすると、給与所得と不動産所得で損益通算されて、それを加味したキャッシュフローを踏まえながら、投資効率ってどのぐらいいいのかなっていう考える方法。これが定期借地権方式の方法です。もう一個あります。こちらご覧ください。自分で法人を立ち上げちゃうんです。で、自分で立ち上げた法人で土地を購入するんです。で、ご自身は建物を持つんですよ。別人格だから、これ、たとえ自分がね、100%オーナー株式でも、これ、地代払わないとダメなんですよ。土地借りてるから。あとは、自分の法人に家賃保証してもらうと、20%の不動産管理手数料を払えるんですね。そうすると、個人が自分の会社に必要経費として計上できる、経費を計上できるじゃないですか。当然、不動産所得は赤字の方向に向かっていくんですよ。その不動産所得の赤字と、給与所得を損益通算するんです。その後ですね、これ個人から法人にお金払ってますよね。法人に利益が出たら、法人税がかかっちゃうんです。法人税を節税する、法人しか入れない生命保険ってあるんです。実はそういった生命保険を活用して、運用して、個人で受け取れば、これ、ぐるっと節税しながら自分の資産形成をすることができるんですね。実はここがポイントでして、所得税と法人税、これ相続税も絡むんですけども、法人を活用するっていうのは、実は税制対策でそこまで広げていくと、幅がすごく広がっていくという話です。